どうもこんにちは。どうも。はい、こんばんは。今思ったんだけどね、映画やめます。僕もうちょっとやる気失っちゃったんで映画やめます。映画やめるっていうかね、映画撮るのは続けるんだ。おっとっと、危ない。映画やめることにしました。で、それで不服がある人は返金しますんで、僕の DM か LINE に連絡ください。アイテム、花火の件についてアイテムを投げたっていうので、映画は撮るんですけど自腹でやることにします。なんかこうふわっちでね、その300万集めるっていうのがなんか叩く人が多いんで。映像と音声いってる？映像と音声いってますか？ちょっとなんか楽しくやりたいんで、僕映画やめることにします。うん。でもしね、返金してほしいっていう人がいたら、連絡ください。 DM か LINE に。自分で勝手にやります。なんかちょっともうグダグダすごいうるさいんで、ストレス溜まるんでやめます。よろしくお願いします。以上です。寝る準備だけするわ。もうやっぱ楽しくやりたいじゃん。楽しく、うん、だからもう今後一切ふわっちで映画の件についてはグダグダ言わないでください。もう関係ないんで、よろしくお願いします。うん、ちょっとだるいわ。なんか普通に応援してくれる人もさ、なんか10万で撮るのなんなのさ、だるいじゃん。で、普通にこんなのさ、映像も楽しくなくなっちゃうから自分でやるわ。もう自分の金で。いや、ちょっとうるさいね。ちょっとうるさいね。もし、それで、1円でも100円でも俺にアイテム投げて返してほしいっていう人は連絡ちょうだい。こんなんさ、映画撮ろうと思わないよ。これ放送の電波は途切れてないの？大丈夫？映画撮るけど、もうなんか放送で話したくないね。めんどくさい。なんかこんなだと人の人がってやりづらいやん。楽しくやりたいから。もし金返せとか、なんだかんだっていう人は返金するんで連絡ください。すげえ。もう普通に雑談してさ、普通に花火もらってた方が全然いいわ。
あ、三谷純三監督すごい好きだけど、ただそういう感じにならないと思う。三谷純三監督いいよね。これさ、俺の放送のタイトル何になってる？ちゃんと伝わってんのかな？放送のタイトル何になってる？映画やめますになる。うん。いや、もう外野がうるさいし、なんか、その応援する気がねえんだったらバカバカしいからやめるわ。うん。いや、金返せっていう人、もし花見投げて納得いかないっていう人は返すからさ。うん。映画やめますになってる。金魚鉢おはよう。ああ、やめる。初心に帰るわ。こんな詐欺なのなんだ言われて。バカバカしい。あ、なんか金返すから。おはよう。あと、応援する気のない人フォロー外して。あ、映画自体は撮るよ。だけど、もう放送で金集めるのやめる。普通に、その自分で雑談した分、花火とかもらって、普通に応援してもらう分で、プライベートでもうダマで買う。さっきじゃない、金返す、金返す。1000円でも俺に投げた人は、連絡ちょうだい、金返せっていう人は。いや、いいんじゃん、別に逃げたっていうよ。どうしたいのかわかんないよね、もう。映画は撮るけど、金絡めない。別にいいじゃん。好きなこと勝手に言ってんだから、詐欺なのなんなの。言わすげえじゃん。あ、返す返す。ただただ叩きたいんだろうね。うん。こんなさ、なんか、金も出してないやつにとやかく言われたくねえもん。バカバカしい。出してない人と騒ぐ。うん。だったら普通にね、今まで通り花火で応援してくれる人とか全然いるから、和道の活動。雑談でね、普通にやってるわけだからさ、その分の対価で畳でさ、文句言われてさ、映画のさ、詐欺なのなんだの言われてさ、バカバカしいじゃん。
さ、あんな何百人にフルボッコにされてさ、もう放送も楽しくなくなるわけだ。いや、映画自体は撮るんだけど、もう放送絡めない。もうめんどくせえから。だから、金返せっていう人は返金するから。みんなバカバカしいよ、ほんとに。あと、応援する気のない人はフォロー外して俺のことブロックして今すぐ。絡みたくねえわ、ほんとに。だるい。手のひらばっかり返してさ。応援する気がねえんだったら別にど他行ってもらって全然構わねえから俺ブロックしたら俺のこと見れねえからさよろしく無視すりゃいいじゃんうるせえんだよもう、ね、俺手のひら返されてよ絡みたくねえもう東島さんいらっしゃい。フィッシュの配信やめたね。働いてる。無視するっていう規模じゃないの。カオスは知ってるでしょ、この放送が。配信成り立つよ、全然。そう。普通に雑談やって稼ぐ方が全然いいわ。もう最近ストレスだもん普通に雑談してた方がいいでしょなんでそんな金の使い方でぐちぐち言われないといけないんだよな小学生かよ33にもなって、なんで金の使い方までぐつぐつ言われねえといけないんだよな。毎月そんな稼いでないよ。はいはい、ありがとう。高い鼻無駄に高いからねシャカトペコの水替えよ今日のんちゃんいないから寝配信やろうかのんちゃん家に帰ったから寝配信やろうまあ寝ながら話そうちょっと俺ももうイライラしてさもう配信が全然楽しみまあまあむしろっつうのもそうなんだけどねでもあんだけ言われたら腹立つじゃん。詐欺なのなんだのって。何年前の話してんだよ。俺詐欺なんかやってねえじゃん。今。まあ、過去ね、捕まったのは事実だから。
まあまあ、もし返金してほしい、納得いかないっていう人は返金しますんで連絡ください。よろしくお願いします。寝るか、寝よう。よいしょ、寝ますか。過去叩き、和道さん楽しい雑談できてるので。まあまあそういうことなんで書いとこうか、なんて書けば語弊がないかな。こういう時なんて書けばいいと思う。語弊がないように誰かアドバイスちょうだいよ。どうしよう。映画はプライライベートで撮ることにしたと撮ることにしたと、カメラ台支援した人で不服な人は、返金求める人は返金求める人は、LINE くださいと。これでいっか。映画はプライベートで撮ることにした。カメラ代支援した人で返金求める人は LINE ください。これで OK？ これで伝わるかな？カメラ代。カメラ代支援した人、ちょっと待ってね。支援した方で、返金を求める方は、LINEに、連絡ください。これだ、これで大丈夫かな。これで大丈夫かな。映画を撮るよ。放送絡めんのやめる。これで伝わるかな。 OK。 まあ今のところね、一人もいないけど、でもほら中にはさ、って300万の企画が面白かったのにって、私ね、数万円投げたの、カメラに投げた分返してほしいって言われたら、それ返しますよ。使っていいよって言うんだったら全然いいけど、もうなんかああだこうだ言われたくないじゃん、全く関係ないやつに、協力もしないやつに。すげえ腹立つから、いいや、好きな人とやるよ。
うん、頑張ろう。まあ、さくちゃんの言う通りなんだけどさ、なんかこうテンションが上がらなかったら意味ねえじゃん。せっかく生きてて楽しいことやりたくてこれやってんのにさ、その作品に出ちゃうじゃん。自由がいいじゃん。自由が、私の手数料俺も出すよ。うん、しょうがねえじゃん。だから全員から返金求められたら50何万でしょ。ゆっくりね、返していくしかないでしょ。もうそんなさ、28万俺に手元にあったってことは、56万でしょ。ほんならストレスの方がおかしくなっちゃうよ。だったら56万ね、貯めて、全部返してしまった方が楽だもん。あ、返してっていう人は連絡ちょうだい。もう返すしかないでしょ。まあお金はね、運営さんにお金払っただけだから、すげえもったいないけど。もうだってこんなん叩かれてたらさ、花火投げた人も気分悪いと思うよ。うん、ありがとうケツカイシさん。まあ借金背負っちまったけど、こっちもこっちでやりたいようにやりたいから。まあ俺が間違ってたんだよ。こんなん黙ってカメラ買えばよかったんだもん、普通に。なんかもうぐちぐち言われたくね、関係のないやつに。そう思わない。楽しくやりてえだ。楽しくやろうぜ。せっかく好きなことやってんだから、つまんねえのよくねえじゃん。まあまあいい勉強代だよ。うん、ありがとうケツカイシさん。まあね、その自分が言い出すほど投げちゃったことは応援してくれた人に迷惑かかるから、それ納得しないっていう人もいるだろうからさ、アイテム投げた人で、それ振り込んで対応するしかないよ。だからもう今回の件で決めたけど、なんか手のひら返、あの当たるの時の枠で手のひら返したやつ、俺のこともう放送見んなよ。付き合いたくねえから。俺頭の中で覚えてっかんな、誰が何書いたか。うん、お前らのそういうコメントが、手のひら返すコメントが俺のこと傷つけたのは、俺は一生恨むかんな。俺に関わんじゃねえぞ。な、当たるでも見とけ。映画諦めないよ、頑張るよ。うん、ありがとう。カメラは好きだからさ。でもさ、こんなさ、なんかただぶったたかれてる中で作りたいと思わないもん。かそってもいい、別に俺は。ゆっくりゆっくり作っていくよ。手弁当で作れって言われてんだから、手弁当で作ってやろうぜ。なあ、関係ない外野にもうとやかく言われたくないもん。そうだろう。誰にも邪魔されないように作ろう。急に思い立って言ったわけじゃないですか。まあ前から撮りたいなとは思ってたからね。うん、まあ配信絡めちゃったのが俺のミスだったな。うん、それは素直に認めるよ。わかんない、湯たんぽさん連絡来てないね。メール来なかったね。ていうか湯たんぽってあれ楽しんごだったんじゃないの。なんか70万っていう金額一緒だったじゃん。なんかあれが楽しんごだったんじゃないの、もしかして。だから70万振り込もうか、わらわらって
ツイッター書いてきたじゃん。あれ私が湯たんぽだよって意味なんじゃないの。あれ俺だよって意味じゃないの。なんかそんな気がしない。なんかじゃないとさ、70万70万でぴったり合うと思えなくない。なんかそんな気するよね。湯たんぽがあれ楽しんごだったんじゃないのかな。わかんない、ただの偶然の位置かもしんないんだけど、ただ楽しんごがロムってて、そのやり取りを、それで冗談で言ったのかもしんないし、まあまあとにかく あの釣りかどうかじゃなくて受け取ってないよ70万は。まあでも大丈夫だよ、支援してくれる人もいっぱいいるし。なんか怪しいよねあれね。まあ俺からするとさ、コテハンが変わるとかサムネが変わるっていうのはもう別人格だから、いつも言ってんじゃん、別の人だって扱うよって。そんなさ、顔整形してさ、戸籍の名前変えられたら俺からしたら他人なんだからさ、あれ実は私でしたとか言われてもさ、誠意持って対応してくれた人は誠意持って対応するけどさ、なんか戸籍変えられて名前変えられて顔変えられたら分かんねえもん。うん、カメラ売らないよ、うん、そんなことしたら破産しちゃうもん、うん、まあ、返金方法まで関係ないでしょ。あのこれでもう終わりね、返金のどうするのかまで、あのあれしたくねえから、うん、関係ないでしょ。それこそ花火投げてて、アイテム1円でも投げてて返してほしいって人には返すから、それでよくない。もう外野にとやかく言われたくねえわ、仲間でもなんでもねえやつに。応援しないでアンチコメだけ書かれて気分悪いよ本当に。俺がどんだけ苦しい思いしてもさ、助けてくれてる人には感謝してるけどさ、敵に塩なんか送んないもん。いくらつぎ込みました、雑魚キャラ軍さん。うん、おコッペお疲れ。うん、雑魚キャラ軍さん、俺にいくら投げました。俺に投げた記録が残るんで、キャプって僕に DM 送ってください。半年間はデータ残るんで返金します。俺がねカメラ売ろうが何しようが俺の勝手だからね、もうこうなったら。別に放送で話すことでも何でもないでしょ。払ってない人には返せないから。払ってない人には返せないわ、ごめん。もらってないものだからね。それは申し訳ない。それはなんかごめんね。1円も払ってなかった。それはごめん。あの、返すも何ももらってないわ。それは無理でしょ。それこそ詐欺でしょ。それこそ詐欺だわ。まあでもこれが一番綺麗なのかもしんないよね。雑談の対価は雑談でもらってさ、普通に人として応援してもらって、で俺がやりたいことやんのが多分綺麗だと思うんだよね。そう思わない？なんかいい感じでしょ。そしたら誰からも文句言われないもんね。いくらか振り込んだら返金いたします、どういうこと？
くらか振り込んだら返金いたしますってどういうこと？いやもう疲れたよ本当に。もう人の嫌なところいっぱい見た。なんか人間って怖いな。でなんかツイートしたんだよ、好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやるって。全然好きな人とできてねえ、好きな人とだけやった方がいいわと思って。そう思わない？好きな人とだけやってる方がいいよ、楽しいじゃん。なんで嫌いなやつにとやかく言われないといけないんだよな。めんどくせえ。嫌いな人と関わりたくないからさ。まあもしよかったらみんな応援してくれる人はこの放送に対して応援して、俺の喋りとか俺の人に投資して、それでいこう。それは自由に使っていいお金なんだからさ。シャブに使うよりよっぽどマシだろ。自由にやるわ。俺は自由が似合う。そう、身内放送の方が楽しいよ。もう人に荒らされてさ、もう昔はさ、なんか閲覧が増えたら楽しいとかあったんだけどさ、もう俺も5年もやってるさ、別に閲覧が増えても何にも思わないんだよ本当に。なんか100人だろうが10人だろうが1000人だろうが何も変わんないの別に。昔は嬉しかったよ、アンチコメントだろうが閲覧増えたら楽しかったんだけど、今ない。ただただそのね、荒らされてるっていう感覚だから、身内放送でいいよ全然。いや当たる、いやだからまあまあもうめんどくせえなと思って、うん、なんか俺が言ってないことを言った言ったっていうし、関係ないやつにね、なんかお前はどうせやらないとか、じゃあいいや勝手にやろうと思って、うん、放送絡めたのが間違いだったなと思ったから、だったらもう自由に仲間内だけでやろうとか思って、うん、いいじゃん当たっても当たんなくても、とにかくめんどくせえだけだから。まあ、俺からしたら当たるに邪魔された感覚だけどね。うん、いいんじゃない。うん、うん、好き、自由にやろうぜ自由に。うん、そうしよう。おはよう。ね、映画ね、ふわっちでやるのはやめるってことね。テロップ読んで、テロップに全部書いてあるから。もう放送でもらうお金は放送で対価としてもらう。ゆめさんおはよう。うん、あもちろんもちろん 50% もきっちりピンハネ。まあそれはあの俺も金苦しいから、あの全額返せっていう人は全額返すしかないし、いや半分でいいよっていう人もいるだろうし、いやそれ全部受け取ってっていう人もいるだろうし、うん、なんどもうそれは投げた人に委ねるしかないよね、それ受け入れるしかないよ。うん、俺会ったことないよ、俺のリスナー、あれはずっと粘着してんので、なんか映画について急に発狂し始めたみたいな。まあ昔から粘着されてたんだよね。わかんないけどね、支援した人でもでも納得いかない人いると思うよ。でも切ろうと思って、もうそうじゃなくて当たるの時になんか手のひら返したりさ、もうブロックしてくれってお願いしてて、もう気分悪いから、だからそいつらともう決別する俺は、うん、だからそいつらに対する当てつけだよ俺の。お前らいらねえっていう、もう文句言うなよその代わりっていう、関係ねえんだからっていう、いや俺の誠意の表明の仕方だよ。じゃあお前らができねえできねえっつうならやめるよっていう、うん、だってやめてほしいんだろうって、もう関係ねえじゃん自分でやるんだったら、うん、てめえでプライベートでやるよでしょ。だからあいつらの言う通りにやってやってんじゃん、うん、金も返すって言ってんだから、もし文句があるならね、
文句がないで今まで通り応援するよっていう人はありがたく頂戴するけど、もう金も出さねえで文句ばっかり言ってるやつ全員切る俺。いらねえ、そんなんリスナーじゃねえよ。うん、いやテロップ読んでストロングさん、テロップ読んで、リスナーふるいにかけるいいタイミングだよ本当に。あんな手のひら返すゴミどもいらねえよ。応援してるふりしてアンチコメント書いてんだから、そういうやつらに対する当てつけだよ、うん、今まで応援してくれてた人に申し訳ねえよ本当に、うん、だからあんだけ叩いてんだからよ、カメラ代じゃ返してやるよ。ああ、言ってみろよこの野郎、いくらだよ。ああ、うちのリスナーなめんなよ。28万分でいくら来るかな、なあ、いくら返せっていうかね、全額返してやるわそんなもん、ゴミみてえな。そんなの手のひら返すような支援者うちにはいねえんだよ、なめんなよ本当に。これでね、金が1円も返金請求なかったらどういう態度だって感じだよな。面白いじゃん、やってやろうよ。腹立つわな。全部返すから。そんなんで応援、そんなのが応援だったらそんな応援いらねえよ、うん、なめんなよリスナーと俺の絆、腹立つ。何年やってると思ってんだよ、そんなやわなリスナー、やわな支援者いねえわ。外野がとやかく言いやがってよ。だから自分追い込んでんだよ今、寝てないよ。まあだからお願いするけどね、あの悪いけど返してくれって言われたらもう二度と見ないでくれって、俺の放送悪いけど全アカウントブロックしてくれって。しないで次コメント書いたらもうブロックするしかねえもん俺から。和道さんに投げたアイテムは和道さんが何に使っても本来は誰にも言うことはないのにねまあまあそう言ってくれる人ばっかりだよ、アイテム投げてくれんのは。投げてねえやつがグダグダ言ってんだから。まあだからいくら返金請求来るか見ようよ、様子見ようぜ。それが今まで俺が積み重ねてきたことが試されてるわけじゃん。いやワド今回裏切られたわって、金全額返してくれって言われんのか、いやワド映画撮れよって、うん、プライベートの何でもいいわ楽しみしてるわって言われんのか、どっちだよ。うん、聞きたいこといいよ全然、いいよいいよ、今ゆめさんいいよ、今書きな、うん、今書いていいよ。どれに言われるわな、どれに何の関係があんの、何の関係もないでしょ、言わすときはいいじゃん、何の関係もないよ、どれから1円ももらってねえから言わすときはいいじゃん、関係ねえもん。別にどれがいなくなったって俺何も困りもしねえもん、なんも困んねえよ俺だろ、言わすときゃいいじゃん。なあんなんいてもいなくても同じなんだから。聞きたいこと全然聞いていいよ、明日死んじゃうかもしんないよどうだろうね、わかんないいやバーガー5個でも大事なお金だから、俺はあの時ありがたいと思ったからそれは誠意持って返すよ。バーガー5個だろうが風船1個だろうがいいねだろうが返せって言われたら返すよ、うん、それは間違いなくありがたいお金で、そのお金があったからカメラが買えたわけだから、 いらない、そういうアンチとか囲いとかそういう配信の、うん、勝手にやって、そういうルール俺求めてないから、そういうルールが居心地いいんだったら他行って俺のことブロックして、めんどくせえわクソだり。25万じゃないよ、投げてくれたの50万だよ、だから全員が投げてくれた人が全員返せっつったら56万用意しないといけないんだよ俺、
知り合いが生活保護辞退したんだけど保険証って作れるよね。作れるよ。まず生活保護を受けてた期間の証明書をなんだ市役所に提出するんだよ。だから市役所に行ったら教えてくれるよ。生活保護抜けたんだけどって言って、花火ありがとう、サンキュー。これは返せって言われても返さないからね深夜便さん、これはカメラ台じゃないからね、大丈夫。あと叩かれるよ俺のアンチに。覚悟してね。ありがとう。健康保険証は作れるよ。でもきちんとカメラ買ったよ。でもそれでも返せって言うんだったらもうしょうがないじゃん、約束だから。これはもう嫌だもん。そのまあ俺のことを支援した人で映画作ってねえじゃねえかとか細かいこと言う人いないと思うんだけど、映画作るけどもう配信で言う気にならなくなってきたからもう言わないから。そんなこと言いません、分かってるよ、冗談だよごめんね、変ないじり方して。でもさ、外野にとやかく言われたくねえからさ。まあでも中にはいるでしょ、何十人も投げてくれたわけだから、1円でもふざけんなって気持ちは返すよ。ただ俺ははっきり言うけどね、お金を振り込ませてもらったら返金したらもう二度と俺の放送見るなってはっきり言うから。もう付き合いたくねえ、顔も見たくねえ、サムネも見たくないってはっきり言わせてもらう、俺のことブロックしてくれって。病院行けなくて困ってた。後からでも請求できるから、先に病院行きな。病院の先生に状況を教えたら何とかしてくれるから、後から保険証提出することもできるからさ。そういうのはバンバン聞いていいよ。シャワー行ってらっしゃい、また来て。1円返金してほしい。OKOK。じゃあさ、引きこもりおじいさん OK、返金するよ。何分に投げたのかって、俺の枠にこれを投げたっていうログが残ってるから、それキャプチャーしてふわっちの投げたページので、これ和道にカメラ台で投げてるんで1円振り込んでっていう風に書いて、で銀行口座に俺が振り込むから。返金するよ。いやこれはね、しっかり言わないといけないから。もうこの枠でこの話終わり。もうイライラして寝れないよこんなの。いや返すよ返すよ、本当に風船1個投げたんなら返すよちゃんと。だってそれは大事なお金なんだから。1円でも俺に乗っかってくれたわけでしょ、それであのカメラ変えたんだぜ。1円分かもしんないけどさ、レンズの少しのパーツかもしんないけど、それがなかったらあのカメラ使えねえんだから。ストラップの布1本かもしんないけど、それで納得いかないんだ、返すよ本当に引きこもりおじさん。それ大事なお金なんだから。返す返す。いやもう今日さ、当たるにグダ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 言われてさ、頭きたからもうやめようと思ってさ。1円舐めるやつはだって俺に乗っかってくれたんだよ、1円でも。ワード夢追っかけろよって。ロビーおはよう。仕事を頑張ってね、ゆめさん。おはよう。へそ曲げたんじゃなくてもうね、めんどくせえからぶん投げた。一本背負いだよ、和道流一本背負い。これが俺のやり方だから、俺のスタイルだから。いや返せっていう人には返すよ。ありがとうゆめさん、サンキュー。だから全員に返せって言われたら全員に返すよ。だけどそんなリスナーと付き合いたくねえから、返した後はもう縁切りだよ。パフェありがとう。これから積み込みしてきますので、またやってたら来ます。寝てるかもしんないけど、もしよかったら来て。頑張って。昨日は熱く語ってたのに、熱く語ってたのにっつうかさ、もう当たるとかにさ頭きてさ、
じゃあさ、もうプライベートでやればいいんだろうって、てめえの金でやったら手出しでやったらいいんだろうと思うじゃん。で、俺に花火投げてくれた28万円分の人が返せって言うのかどうかも見たいし、全部返してやるから。その代わりもうブロックだよ、そんなやつ、うん、ねえ。で、あとはさ、こっから先は雑談で普通に花火もらって俺がプライベートで買えばいいんだろう、誰も文句ねえだろ、ね、それで映画作ればいいじゃん、ロビー。そう思わない、うん、それでいいじゃん。だからカメラ台にそんなに不服があるんだったらさ、何人来るのか楽しみだよね。あんだけ400人のうち9割ぐらいがガンガン叩いててね、あんだけ文句言ってて、じゃあいくら払ったんだよって話だろ。そうはない、ロビー。うん、1人に言われてやめるのか、100人は応援してくれてたのに。100人応援してくれてた人は今まで投げてるって。ありがとうロビー、返せって言うんだったら返してやるよって感じじゃん。28万のうちどんだけ手品返す、もともと投げてねえんだろなあ。だったら出てこいよ、どこが詐欺なんだよ、返してやるよ。その代わりブロックだ、そいつは二度と関わりたくねえよ。初見さんいらっしゃい、フォローよろしく。うん、やめないよ映画作んのは。だからもう放送で別に関係ねえじゃん、プライベートでやりゃいいじゃん。だから金出してないやつに別に説明する必要がなくなるわけだからでしょ。あんだけ言われたんだからさ、やってやろうじゃん、うん、映画やめますって和道の返すでしょ、金返すんだからフラットじゃん。違うの、じゃあ見なきゃいいじゃん、うん、不適されんだろあんだけ言われたら、金も出してねえやつに。普通だろ。だからまあ文句がある人は花火投げて、もしくは風船でも何でもいいよ、いいねでも、もう納得いかない金返せっていう人は連絡ください、返します。で、金輪際金返すんで見ないでください、僕の放送。応援してくれてるやつらに失礼だわ。かけよう、俺は信じてるから。28万円分俺にアイテムくれたやつは俺の手のひら返さないって俺は自信があるんだよ。フラットなどこがおかしいの、あんだけ俺散々文句言われたんだよ。まさか花火一発も投げてねえで文句言ってるとは思えないからさ。詐欺だのなんだの、どうせ取らねえだの、関係ねえだろ。だったら返してやるっつってんの。アンチコメント書かれたらブロックするんだろ、おかしいか。あー、ありがとう、アイテムありがとう。いや関わりたくねえもん、うん、そんな人のやりたいことぐじ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 ぶっ壊そうとしてんの。一人の金出してない無能と、何十人との金を出してまで応援してくれた有能と、どっちを優先するか。俺はだから映画撮るよ、応援してくれてた人のために映画撮るよ。だけど応援してないやつはこっから先関係ねえって言ってんの。フォローありがとう、ゆっくん、これからよろしくね。うん、今度は逆ギレときたか、すげえな。俺からしたら関係ないやつに石さ何百人から投げられてね、返金しますよって、もう関係なくしましょうって言ってたら逆切れに思うよ。だってすげえな、うん、すごいな、へりくつが半端じゃないな。めちゃくちゃだよ本当に。イライラするだけだから早く寝たら、いやもうなんかアドレナリン出ちゃってどうせ寝れないから、うん、金返せっていうのは今のところこの人だけ、1円投げた引きこもりおじいさんだけ。今正式な問い合わせはこの引きこもりおじいさんが風船5個投げたんで1円返せって、そうだね、好きな人のね、間違いない、少なからずっつうかめちゃめちゃ好きな人でしょ、うん。
なんで返せって言うんだったらそういうことでしょ。俺がやってたことをもう否定するってことじゃん。俺映画撮るっつってんだから、でカメラ返せって、それってあんたと一緒じゃん、うん、リスナーさんには映画、いや別に企画は変えないよ。だから放送で金募んのやめてプライベートの金でぶっ込んでいくよ。だから300万とかもう表示しない、何を買ったとか言う必要がないじゃん。俺が普通にもらった花火で好きなもん買ってで別に明細も出す必要もないでしょもらった花火でガンガン買い物してやるよ、うん、ありがとう引きこもりおじさん、うん、で1円もらった1円で映画撮るから、うん、ありがとう。振り込み手数料どうなんの、どっちもちこっちもちでしょう、どう考えても。うん、アタルの言ってること何一つ納得できなかった。俺も納得してねえよ。うん、いいじゃんポーラ化粧品、お前に関係ないんだから。関係ねえじゃん、何の関係があんの。返すよお金俺に出してんなら、うん、関係あんの気持ちいい関係あったっけ、なんか俺とお前関係あったっけ。金なら返すけど、都合が悪いからとかだよ、もうだるい。映画が嫌いになりそうだし、配信嫌いになるぐらいだったら自由にやるわ。やってて最近面白くなかったんだよね。うん、だからこんなんでイライラしながら作りたくないから、仲間と一緒に楽しみたいからさ。大丈夫だよ別に、俺はどうだから、俺がやること全部応援してくれるリスナーって腐るほどいるし、俺が喋ってたらウェーイって花火上がるから。そう、気が変わったのだから。でもね、あの28万で300万つって数字掲げた以上、それは俺に責任があるからでしょ。そこは好意で投げてくれてるわけだから、もし腹が立ったらそれは謝るよ俺は。すいませんでしたっていう一言もちゃんと必ず言うし、ちゃんと全額返金するし、もちろん誠意持って、ただお別れはするけどね、うん、ただお別れはする、うん、ちょっとお互いに良くないんでって、申し訳ないですけど本当にありがたかったですって振り込んでいただいた時って、でも期待裏切ってごめんなさいって、自分でこういう風にやることにしましたって、うん、ありがとうちょめちょめ、サンキュー、うん、まあ仲間たちで好きにやろうぜ、アンチに振り回されたくない。詐欺なのなんだのさ、どこが詐欺なんだよ。うん、昨夜のあたるちゃんに詰められてなかったら今こんなふてくされてるわけやってないよね。そうだろうね、うん、そうだろうね、それはそうだと思うよ、うん、全くその通りだと思うよ。もうだけどあたるもブロックする、もうこれで終わりだから、うん、もう関わりたくない、うん、だってこれで何か言われることもないでしょ、あたるに関係ないじゃん。放送雑談やって相手もらうのは別に合法なんだからでしょ。名目掲げてるわけじゃないんだから、俺が稼いだ額で勝手にやるんだから、うん、いいよ負けでもなんでも、うん、外野にとやかく言われたくないからさ。関係ないやつにとやかく言われるほどねえ、イライラすることないでしょ、うん、もともと俺が当たるに俺の放送見てくれなんて言ったこと一回もないぞ俺。何を偉そうにさ、見てやってるんだみたいな態度、見なくて結構だっつうんだよそんなもん。アドバイスも求めてねえし、仲間うちでやるよ、うん、今映画作るのに協力してくれる仲間がたくさんいるから。
日寝るか。もうこっから先グダグダ言うやつブロックだ。俺のこと嫌いなやつブロックしてくれ。もう関わりたくねえから。応援してくれる人はフォローして、とことん付き合おう。俺こういう性格だから、付き合ってくれる人は大事にするよ。ただもうあのぐち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 うるせえやつもういらないから、俺の放送に。ブロックしちゃう。俺のこと関わりたくねえわ、うん、金返せっていう人一人だけあ、一人は嘘だよって言ってくれたよ。うん、散々文句言っといてそりゃねえだろ。お前らがやめろやめろ詐欺だ詐欺だって言うから返金して取り下げるっつってんだからいいじゃねえかな、うん、映画も別にプライベートで撮るっつってんだから、うん、関係ねえやつにとやかく言われたくねえよなあ。人間性が悪いのは認める、性格が悪いのも認める。だから外野にぐちゃ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 言われながらいいもんなんか作れねえから。 OK、うん、ありがとうゆめさん、うん、顔はいいだろ、意外といい男だろ、やめとけよ。顔はよりめじゃなかったらジュノンボーイだから無理か、うん、一銭も出してないなら関係ねえじゃん。部外者じゃねえから消えろよ。俺のことブロックしていいよ。もう関わりたくねえから、お前のコメントも読みたくねえわ。俺のことブロックして。じゃあな、いらないいらない、どっか行け。もうフォロワー以外大事にする気ねえから、俺のことブロックしてアキラ。ジュオンボーイとかやめろ。寄り目だったら何なんだろうね、わかんない。まあでも自分の顔そんなに嫌いじゃないよ。嫌だろ、嫌な性格だろ、うん、あ、旦那に元、え、旦那にそっくりなんだもうめんどくせえの嫌いなんだよ。楽しくやりたい、仲間うちでワクワクしたいの、うん、嫌なことはやらない。夢見て何が悪いんだよ、うん、おいセフィお疲れ。セフィ金今まで振り込んだ分でカメラ代返せっつうなら今がチャンスだぞ、うん、返すよ。使ってくれっつうならありがたく頂戴するけど、どうする。セフィは投げたの知ってるから、カメラ代返せっていう、うん、ありがたく受け取りたいけど、俺がサジ投げたから悪いことしたから、セフィあのもし返せって言うんだったら返すよ、うん、どうするか決めて。映画は撮るけどプライベートで撮る、うん、サジ投げたのは俺だから、うん、決めて。ありがとうありがたく頂戴するわ。ありがとな、分かってた投げてるやつはね全員言わないね、返せって。夢見ることしかできないでしょ。33歳無職だから。見る価値ねえと思ったらブロックしていいよ。もう二度と来んな、俺のことブロックしろ今すぐ。いらねえよお前、俺のリスナーに向いてねえわ、うん、グレーゾーンがないね、うん、文句あんだったら俺のことブロックして。俺のこと嫌いなやつは二度と俺の面見なくて済むぜ、うん、俺も俺のことケンケン言うやつ嫌だからさ、うん、楽しくやりたいからブロックして。全然困んねえから、俺を助けてくれる人いっぱいいっから、仲間たくさんいっから、4400人いっから、うん、気に入らねえやつは今すぐ俺のことブロックしろ。ワンクリックで一生付き合わなくて済むから。じゃあな、さいなら。
フォローしてないんだったらブロック入れて、ブロック、うん、フォローする気のないやつとかアイテム投げる気ないやつとかもう関係ねえから、うん、応援する気のねえやつはどっか行け、ブロックしろブロック。なんだこいつ、タスクさんね、タスクさん俺のことブロック押して、付き合いたくない、バイバイさいなら。何うるせえよって、なんでブロックできないの、もうその話題やめようぜ、どうせ欲張り入れるやつらの炊きたいだけのアンチだろう、うん、おはよう、今帰宅して見に来たらなんか荒れてる、いやあのひどかったよ夜中の枠、大荒れだよ、ありがとうゆめさん、うん、いやもうちょっとねスーパーハイだから、もう溜まってる部分がいっぱいあるから聞いてくれよたまには俺の話、うん、あんだけフルボッコに言いたい放題さ散々叩かれたんだから、だったら綺麗にやろうぜ、うん、自由にやろうぜ、喋りで稼げばいいんだろなあ、普段通りやればいいんだろ、カメラとか言わねえで、好きに使わせてもらうから、好きに使わせてもらう金を頂戴するから、うん、そうだろ、俺が何に使おうか全く自由な金だよ、全く自由な金だろ、じゃんじゃん投げて、じゃんじゃん、メガホンありがとう、サンキュー、俺のこと嫌いなやつは今すぐブロックしてくれ、二度と見れないから、俺からブロックする必要ないからでしょ、この人数アンチ多すぎるんだから、いらねえよ、閲覧10でも構わねえわ、うん、いや飽きてはないよ、映画自体は撮る撮る、書いてるじゃん、テロップ読んで、ここのテロップ、うん、映画自体はプライベートで撮るから、ただもう放送であとやかく言われたくないから、詐欺なのなんなの、まあね別に金返した詐欺でもなんでもねえんだからでしょ、うん、関わりのねえやつにとやかく言われたくねえよ、たまったもんじゃねえよ本当に、そうじゃない、うん、なんでてめえでさこういう目的でこういう風に使うからねっつってカメラ買って、なんでどこが詐欺なんだよなあ、頭にくるわ、今の夢ってしまった、うん、今の夢笑ってしまった、野球チーム作りたいから頑張ってと言われた時はあーってなりました、フォローありがとう、めちゃめちゃ叩かれてたよ昨日、めちゃくちゃだよ昨日の枠、すげえ腹立つよ、めちゃくちゃ叩かれてたよ昨日、閲覧450人ぐらいかな、でも囲いコメント書いてたやつがなんかクソガとかカスガとか詐欺師とかも書いてて、フルボッコだよフルボッコ、言ってねえことまで言っただろうとか言われて、そう見てくれよ、わかるよポーラ、俺が頭きてんの、うん、いやだから300万の内訳言えよとか、お前何にもしんねえでこんな低スペックのパソコンで作れるわとかもう散々言われたよ、しまいにはなんかダンカンさんのこととかさ、捨て頃でもヘタレだったとか関係ねえことだよ、うん、今月の花火ありがとうございます、いただきます、うん、ありがとうダンボさん、花火ありがとう、いただきます、ダンボさんありがとう、月一花火ありがとうございます、うん、いや1000円でもね、その1000円がなかったらカメラ買えなかったからね、間違いなく俺は感謝してるよ、いやマジで1円でも1銭でも俺に投げてくれたやつは感謝してるよ、あいいよ TS 見なくて大体想像つくでしょ、まあいつもの通りだよ、うん、いいんだよもう、もう本当にもう閲覧がどうとかさ、アンチがどうとか囲いがどうとかもうくだらねえから本当に、うん、誠意持ってこっちがさカメラ買うとかこれに使うとかやってんのにさ叩かれんだから、もういらねえんだよそんなもん、閲覧が閲覧が囲いがアンチがって
バカくせ。だったら雑談喋りまくってさ、ファン作ってさ、花火ガンガンもらって、好きに使え好きに使えはどうって、好きに使えって、それでいいよ。うん、返金すりゃいいじゃん、うん、別に賠償問題でも何でもじゃあ訴えりゃいいじゃないかよ、うん、TS 残すよ、うん、あこの TS、うん、YouTube に動画残してるよ俺、うん、全部残してる残してる、うん、そう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 、アイテム投げないやつにグダグダ、アイテム投げねえやつほどグダ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 言うから、応援する気がねえからだろうっていう。もうそんなんさ、恋人として終わってんだからさ、そう、払うもん払わねえんだったらさ、応援する気がねえってことなんだから離れろよっていう。過去は面白かったとかなんだかんだとかよ、やってることが気に食わねえって、応援してねえんだったらもうブロックしろよ俺のこと、めんどくせえ、付き合うのもだり、うん、いらねえよそんなもん、他行け。カスが、こっちは仕事で、仕事でっつうか食いぶちなんだからよ、稼がねえと飯食えねえんだよ、家賃も払えねえんだよ。アキラまだいんの？お前いらねえわ、ブロックしろっつってんのになんでブロックしないの、お前いらない、うん、いらない、消えて、うん、付き合いたかもねえし、顔も見たくないし、コメントも見たくねえわ、イライラする、いらない、もう叩くとかなんだかんだとかめんどくせえ。俺は自由にやるよ、自由に。応援する気がねえやつ、昔の方が面白かったっていうやつ、あれやれこれやれっていうやつ全員いらねえ。俺のこと今すぐブロックしろ、二度と会う必要がないから、関わりもしたくねえ。応援してくれる人だけでいい、フォロワーは、うん、とことん大事にするよ、うん、邪魔、うん、てめえで見に来てんだろ、てめえで、バカくせえ、うん、早起きじゃない、寝てないんだよ、別に荒れてないでしょ。木の実木のままやっていきたいからさ、叩きたいやつは他行ってくれ。お互い生産性がないことやっても意味ないからね。パン食べる。全く寝てないよ。今日はすごかったよ。もう4時間ぐらい、もう当たるの2時間半のアンチでしょ、アンチ一つでしょ、その後こうちゃんの45分話でしょ、でまーさんの35分でしょ、アグリンの1時間ぐらい、ずこんなに話一つで聞いたのね、なかなかないでしょ、すごかったよ、一つ聞いてるだけでもすごい時間、5時間ぐらいで、字幕もやってるから8時間ぐらいずっともうなんか頭もうイラ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 して、もう、あもう放送も映画も嫌いになりそうだわみたいな、もう人も信じられなくなったし、バカみてえだよ本当に、うん、応援してるふりして全然応援してねえよ、人間不信になるわこんなもん、うん、絶対忘れねえかんな、あの時叩いたやつ一生恨んでやる、二度と関わりたくねえわ、フォロー外せよ、ブロックしろよ、文句あんだったら、うん、うん、まあまあ言いたいことまだあるから、すっきりするまで付き合って、うん、なかなかハードなのは自分で選んだことだから、もうね嫌なんだよ、もう人間の嫌なところすげえ見るから、コメントでもさ、いや本当に本当になんかこうなんか嫌なんだよね、その人間の嫌なところ見るみたいで人を信じられなくなるよね本当に。
別に誰かの気分害そうと思ってやってないからでね、性格俺悪いから誰かの気分害しちゃうわけじゃん。それはさ、もう治んねえから天性の性格の悪さじゃん。だからもう本当に俺っていう存在が気に入らねえなら見ないでくれとしか言いようがないんだよね。なかなかいないだろう。普通閲覧欲しい、閲覧欲しいじゃん配信者で。もう仮想なんつうの、静かにやらせてくれってここ1年ぐらいずっと言ってんだよ俺。もうほっといてくれって、アンチは来ないでくれって、もう頼むからそっとしといてくれって。なんこんな配信やってんの俺だけだよ本当に。ブロックしてくれっつってんだよ俺。風船ありがとう。珍しくない？ブロックしてくれとかフォロー外してくれって自分から言う配信者俺ぐらいだろ。あれ、タバコどこやった？他に見たことある？俺だけじゃないの？閲覧何人とかじゃない、もうファンしかいらない。俺のことやってることが信じられねえとか興味がねえとか叩く気で来てるんだったらいらねえわ本当に。消えてくれ、時間の無駄だよ本当に。生産性がねえ、もう正直イライラするだけだもん。やだよそんなの。好きなリスナーとさ、好きな閲覧1でも楽しいよ。閲覧1で全然いいでしょ。閲覧1で楽しくやってる放送の方がよっぽどマシだよ。もう飲もうっつって KP、うん、家もうまいな。あとさ、意外と多いお茶がすげえうまくない？あの多いお茶が当たり前になりすぎて意外と家もんとかに走ったりするけど、綾鷹とかさ、あの多いお茶を改めて飲むとやっぱうまいよね。わかる？これ多いお茶が王道じゃん、もうスタンダードじゃん。多いお茶めちゃめちゃうまいんだよ。たまに飲むと、あ、やっぱ多いお茶すげえなみたいな。あとウーロン茶はね、やっぱサントリーの玉露のウーロン茶が一番うまい。安いお茶、紙パックとかの。多いお茶の CM は狙ってない。俺は大同製薬のポカリスエット。あ、じゃあ大塚製薬だ。いつか必ず達成したいのは、あのやっぱ爽やかじゃん。海が似合うじゃん。青い空が似合うじゃん。海岸沿いをセーラー服着て駆け抜けながらポカリを飲む CM に出たい。セーラー服で。もちろん主題歌はミスターチルドレン。最高でしょ。俺がセーラー服で海岸を駆け抜けて海にドボーンって入って、で彼かっこいいイケメンのジュノンボーイの彼氏からポカリをこうパシャって渡されていやいやいや絶対 CM 撮ってやるんだよ俺は、うん、あ、生茶はね微妙だね確かに、うん、閲覧1で50万稼げる方がいいでしょ、うん、俺本当に閲覧なんかどうでもいいもん。本当にブロックしてって思ってるもん。俺のこと嫌いなら本当にブロックしてくれって、イライラさせんなっていう。でも俺からはブロックしたくないんだよ。俺は性善説でやっぱ好きなんじゃねえかっていう可能性があるから、うん、どっかで心通う可能性に欠けてるから、俺からブロックすることはできない。よっぽどのことだよ。でも本当に俺のこと嫌いならブロックしてくれよって、見なくていいわって。もう囲うな、アンチにもなるな、めんどくせえわ、見たけや見ろって。で見たくねえならブロックしろっつってんの。見たけや見ればいい。閲覧とかどうでもいいわ本当に。過疎に戻りてえわ本当。5年前に戻ってやり直してえわ俺うん、あれか、アルファセブンでポカリスエットの CM 自分で作っちゃうか、うん、
アンチコメントプラスに捉えろとかじゃない、もう嫌なんだよ俺本当に。もうすげえね傷ついた今日は。もう次まともにその人のコメント見れないよ。気持ちよく、どんないいコメントでも気持ちよく読めない。何を書いてるかじゃなくて誰が書いてるかでしょ、うん、すげえ傷ついたよ今日は。当たる見ろよ、じゃあそんなに面白いなら当たるの放送見ろよ、当たるの YouTube チャンネル登録しろよって、俺のことブロックしてくれよっていう。なんでそこまで言われねえといけねえの。後ろからぶん殴られた気分だわ。俺だって傷つくでしょ。俺だって人間なんだからへこむよ。俺だって寝れない夜だってあるんだよ。今日はのりこがいないからもう言ってやろうと思って、俺はここで10時間とかもがくんだよ、イライラして、うん、苦しくて。たまには言いたいことくらい言わせてくれよ。ただ映画が撮りたいっつってなんでここまで言われないといけないんだよ。寝るときは俺はパン一だね。寝るときはこの感じ。だ乗り越してんだね、乗り越して。特別大サービスだよ。あ、まあそれは俺の失敗だね、宍戸さん。マジで反省してる。裸で寝たい。本当はパンツも履きたくないぐらいだよ。まあ、パンツ履かない日もあるけど。ひったくりなんかなかったじゃねえかよ。ひったくりだって言うんなら返すから、いい加減にしろよ。被害があるんだったら出てこいよ、返すから、うん、いや俺ね仕事にしたくないんですよ、だるいんですよ。あのなんかクラウドファンディングとかやったことないし、別に花火でも一緒でしょ手数料取られんのも一緒だし、やりたいことやんのにっていう。投げねえやつがとやかく言うっていうのがよく分かんなくて、別にクラウドファンディングと一緒じゃんみたいな。いいよもう自分のてめえの金でやるから、てめえのもらった花火でさ好き勝手やるから、今までと変わんねえよ。別に支援してくれる人は今まで通り支援してくれるから、そんな浅い絆でやってない。その代わりもうなんかグダグダ言ってるやつは俺のことブロックしてくれ、フォロー外してくれ。本当に本当に殺意が湧くわ。見なくていい、本当に本気で言ってるから、見なくて結構で、閲覧10でも構わねえわ、うん、いらねえよそんな邪魔するやつは。何なんだよ、お前も俺のことブロックしろ。俺はもう仲間たちと楽しくやっていくから。楽しい空間を壊さないでくれ。
もうカスでもなんでもいいんだよ。壊してる人に言ってんの俺は、シシドさんに言ってるわけじゃないよ。応援する気がないやつは消えてくれっつってんの。応援してくれんならフォローしてくれって、助けてくれって。応援する気がさらさらないやつに応援してもらおうと思ってねえから、うん、なんで映画やめんの。うん、アンチがだるいから、うん、アンチがだるいからだね。おはよう。関係ねえやつにとやかく言われたくないじゃん。やめたやめた。こんなこんないい作品撮れねえよ、こんなモチベーションじゃ。だからもしカメラ支援した人で1円でも支援した人で返金が求められたら返すよ。うん、もし相馬映画撮るんだったら使えって言うんだったらありがたく受け取るけど。佐々木さんいらっしゃい、おっすおっす。応援する気のないリスナー、今すぐ俺と関わるな、ブロックしろ。うん、いらねえんだよそんなコメント。他でやれ、他で。ニコ生でミラー配信でも開いて、アンチ枠でもやってりゃいいじゃん。掲示板でもいいし、俺の視界に入ってくんじゃねえよ。分かったな、今すぐブロックしろ、応援する気のねえやつは。フォローも外せ。おはよう。応援してくれる人だけでいいわ、めんどくせえ。うん、これから寝る。もう疲れたよ俺は。自由になりたくてね、やってんのに。なんで人のやりたいことを邪魔するやつがいるのか俺には理解できない。疲れた俺は。楽しくもなんともない。全然楽しくねえわ。アイテムありがとう、わっしょいありがとう。もうこっから先はブロックだよ、グダグダ言うやつは。金持ちだとか貧乏人だとか関係ねえや。女だとか男だとか関わりたくねえやつ全員ブロックだよ。俺は言ったかんな、この枠で。嫌なんだよ、うん、そういう人間の嫌なところ見んのが。俺は誰の夢も壊さねえよ別に。誰かのやってること批判もしねえよ、関心がねえから。俺のやることにグダグダ言われたくねえんだよ、うん、アイテムは自由にもらうから、俺の私利私欲を満たすためだけに使うわ。うん、俺が自由に使うわ、俺がもらった金は。そういうつもりで投げてくれ今後は。風俗に使おうが何に使おうが、パチンコだろうがスロットだろうがブランド品だろうがオリジン弁当だろうがセブンイレブンだろうが松屋だろうがすき家だろうが自由に使わせてもらうよ。
頼むぜ、ガンガン投げてくれ。いいよ、スロット配信行こう、スロット配信行こう、行こう行こう、スロット代くれ、やろうぜ。うん、知ったこっちゃないよ、もうグダグダ言うやつ全員ブロックだよ。もうフォロワーね、そういうグダグダ言うのなんかファンでも何でもねえんだから、ガンガンブロック入れてってやるよ。おやすみエルビン。エルビンもずっと見てたからね疲れたっしょ、いつもありがとね、おやすみ。もう私服のためだけに使うわ。なんで俺だけ叩かれねえといけねえんだよな。コカイン買うよりよっぽどマシだろなあ。コカイン買ってるやつは、コカインだのシャブだの買ってるやつはなんだ、ガンガン儲けてカメラ撮ったら詐欺かよ、めちゃくちゃだなほんと。遠路さん、あのテロップ読んで。カスでも何でもいいや、ブロック入れないでください。いやもう半目に半目で裏切ったらブロックだろそんなもん裏切るやつはブロックだよ、もうつまんねえだとかなんだとかぐちぐち言うやつは詐欺なのなんだのブロックだよ、関わりたくねえもん。普通にフォローしてくれて普通にコメント打ってくれる人はブロック入れない。 ありがとう、ハートありがとう。ありがとね。うん、多分こっから先はいびきだと思うけどまああれだろ、便所太郎さんとか放送始めるし、今ちょうど見るもんがない時間帯の入れ違いだから、いいよお前俺のことブロックして、もう俺の放送くんな、いらねえからお前。山なんとかいらねえよ、どっか行け。パチンコやろうやろう、パチンコやろう、パチンコ代くれ、気持ちを沈めて。マリルボーンありがとう。お香でも焚いてね、アロハミュージックでもやって。風船ありがとう、元気出すよ、ありがとうはい、お前ら全員ブロックだ、まだ言っても分かんねえみたいだな。ブロックでーす、ブロックでーす。おやすみ。
それでブロック作業入ろう。誰をブロックしようかな。こいつもブロックだな。はい、フォローしてない。ブロック、ブロックです。3人目。4人目は、4人目は誰だろうな。4人目は、はい、フォローしてないやつ片っ端からアンチコメント書いてくのブロックしてきます。はい、はい、こいつもブロックです。フォローしてるかな。はい、フォローしてない、ブロックです。はい、次溜まってるよ。さあ5人目のブロックは誰だろうな。はい、5人目。はい、プロフィール欄見ます。はい、フォローしてない、ブロックです。5人目。はい、次行きます。5人ブロックです。はい、はい、よいしょ。はい、おめでとう。6人目ブロックです。6人目ブロックです。おめでとうございます。はい、7人目。7人目。はい、もうめんどくせえやつ片っ端から、あ、フォローしてる、セーフ。はい、フォローしてる、セーフ。ポーラ化粧品、セーフ。タスクってやつ。はい、7人目ブロック、おめでとうございます。7人目ブロックです。はい、次行きます。7人目。はい、7人ブロックです。おめでとうございます。もうこっから片っ端からブロック入れていくから、フォローしてないやつ。フォローしてねえのはもう、あの、応援する気がないとみなすから、もうガンガンフォロワー減らしてやるよ、うん、ガンガン閲覧減らしてやる、ユートピア作るから。ユートピア、もう囲い、もう打倒 TCP だから、もう囲われていくから、これからは囲われて。当たるもブロックすっか。当たるもブロックです。記念すべき9人目だね、うん、グダグダ言うやつはブロックな、うん、もう花火投げねえやつもブロックだよ。ぐち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 うるせえな、マジでイライラするわ。うん、はい、竹、お前もブロックだわ。つまんないコメント書いてるから、おい、なんだ、フォローしてんのか、残念。竹は仲間だったわ。クソつまんねえから竹もブロックしてやろうと思ったけど、うん、あ、お前グダグダ言ってんな。ブロック入れられたい、竹。ごめんなさいわ。ごめんなさいわ、竹。ごめんなさいわ。立てつくの、お前。お前、ファンなの、俺の。ファン。それでも、お前、俺のファンなの。なあ、ファンしかいらねえんだよ。うん、もうガンガン入れてこうぜ。もういらねえわ、マジで。少しでも歯向かうやついらねえから。あ、ごめんなさい、そんなのいいわ。こっから独裁だから、独裁。知らねえよ、知らねえよ。グダグダ俺の気に入らねえこと言うやつとフォローしてねえやつブロックだ、てめえら。ああ、ついてこいよ。ガンガン、もうガンガン行くぞ。もうぐち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 言うやつとフォローしてねえやつブロックだ。だろう、ちさと。ぐち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 よ。フォローもしねえ、花火も投げねえ。しまいにアンチコメントだ。もう敵だよ。俺は変わったからもう。知らねえ、閲覧なんかかそっても構わねえよ。もうフォローしないで歯向かってくるやつブロックだわ。知らねえよ、もう。好き勝手やるわ。俺に指図すんな。黙ってついてこい。アドバイスとかもいらねえよ、もう。黙ってついてこい。黙って見つけ。アイテムを投げろ。気が狂ってるぐらいアイテム投げろ。こいつ狂ってるなっていう、もう周りを怯えさせるぐらい投げろ、もう。あ、やべえわ、こいつらみたいな。こいつらガチだわっていう。
もうガンガンだけど、はいお前ブロック、はい9人目おめでとうございます。9人目入ります、ブロックです。はい9人目、うん、ガンガン行くぞ。もう鬼の和道だから、仏の和道終わったから、うん、もうイライラしたくねえから、うん、だったらロムってろ、うん、ゴミが。もうかそるのなんか怖くねえわ、とことんやってやるよ、うん、ゴエちゃんおはよう、うん、いやフォローしてて立てつかない人はブロック入れないから、フォローしてないで立てついてくるやつはガンガンブロック入れるから、うん、いらねえやそんな。覚えといて、ブロック入れられたくなかったらまずフォロー入れといて、まずフォロー入れといて、もしくはもう俺のことがどうしても気に入られないやつ、そっち側でブロックしたよ俺のこと。頭きたわもう、なんだ腹立ってきたわ、うん、もうこれからガンガン囲われていくから俺、もう容赦ないよ、うん、今までブロック全然入れなかったけど、うん、もうガンガン花火投げてガンガンフォローして、絶対に私ブロック入れられたくないっていうのを誇示して、うん、かわいいかわいいワドちゃんのご飯代をペットには餌あげて、うん、よろしく。荒れてないよ、うん、もう正気になったんだよ、もう悟ったから、もう閲覧なんかいらねえわ、ゴミみてえな、にゴミみてえな人数がいくら増えてもゴミにしかなんねえんだから、うん、だろ、ゴミはもう処分だよ、ゴミ箱にポイだよ、もう整理整頓だよ、整理整頓、綺麗な部屋だよ、綺麗な部屋を作る、うん、ぐち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 言ってくるやつは全員こっからブロックだ、フォローしなくて立てついてくるやつはブロックだよ、もしくはてめえからブロックしろ、俺からブロックされたくなかったらてめえでブロックしろ、うん、二度と関わりたくねえ、もう見なくて結構だ俺の放送、うん、俺は悟ったから、もう鬼の和道だから、鬼和道だから、鬼和道、まともなやつ以外とは会話しないから。すさんでるよ、すさみきってる、広末涼子系配信者で行くからよろしく。うん、もう広末で行くから、ふわっちの広末で行くから、かわいいだろう、よく見るとかわいいだろう、4400人の軍隊をねちょ鍛え直す時だよ、うん、ワードを注意してほしい、やだ、花火ファンタスティック投げてくれたらちょっと考えるわ、検討するわ、うん、ファンタスティックだな、うん、はい、おめでとうございます、美女さんおめでとうございます、10人目です、ブロックです、おめでとう。もう俺はガンガン行くから、あーなんか吹っ切れたわ、一枠で10人もブロックしたの初めてだ、超気持ちいいな、うなちゃんマンの気持ち分かってきたわ、こんなに気持ちよかったんだ。
スカッとするな。もうやり取りする必要ないんだな。ブロックですって言えばいいのか。分かってきたよ、分かってきたよ。もうプロフィールページをパッて確認して、ムカつくやつはあフォローしてねえな、はいブロックです、終わりだよこれで。超気持ちいいわ、整理だな整理。おいアンチともかかってこいよ、ブロックしてやっからよ。なあ今日でおさらばだよてめえらとは。お来いよゴミども、ブロックされてえやつ来いよ。こっちに決定権があるんだよ、ざまだな、ざまだよ。もう二度と俺の放送見れねえから。もともとフォローしてねえってことは見る気ねえんだからな。ガヤだろガヤ、もうガンガン入れよ、ガンガン入れよ。頭きた、吹っ切れたわ。あの頃のふわっちを俺は取り戻すんだ、あの平和だったふわっちを。半年ぐらい前の豊かだったふわっちを取り戻すわ。バビロン作るぞ、バビロン。俺たちの楽園築こうぜ。まず俺にコメント打っていいのは俺のファンだけだわ、覚えとけ。俺のファン以外コメントすんな、うん、分かったな。俺のファン以外この放送見なくていいから、 TCP のように囲え俺のこと、 TCP のように。
はい、ブロックです。12人目ブロックです。おめでとうございます、ブロックです。はい、ネタ振り引っかかった。はい、和道が寝た瞬間にアンチコメント書こうとした。はい、ブロックです。はい、戦いは始まってるから、侍だから、侍、いついかなる時も刃を向けられた時に臨戦態勢だから、今それくらい俺今切れてるから。はい、寝た瞬間にアンチコメントブロックです、ブロックです。残念でした。もう他枠で俺の悪口書いてるのもブロックです。はい、もうそんなね、もう本当に排除するから。もうフォローしてなくて、もうグダグダ他枠で俺の悪口を書いたやつもブロックです。ブロックされたくなかったらフォローしとけ。フォローは保留だわ。あんまりひどいのはブロックです。もうもう俺はもうマジでやれてくよ。11人入れたから、なめんなよ。あー、アイテムありがとう、侍だから。もうマジで囲いコメント一色にするから、4400人の囲いを、もう本当に、あ、フォローありがとう。あ、またファンが一人増えた。11人のアンチを今切ったから、和道抜刀斎が、でファンが一人増えた。もうフォロー入れてなく、いや、ないやつなんかちょっとでも噛みついてきたらもうブロックだてめえは、なめんなよ。広末涼子だからな、こっちは。ふわっちのふわっち界の広末になるから、広末に可愛さだけでやってくんだよ。あ、じゃあブロック入れた、入られたくなかったらそれ相応の対応をしてもらうから。あ、もうタケブロック入れてるからリプ意味ないよ、タケ。もうブロック入れてるからそいつはもういないから、死者に向かって、俺がもう切っちゃったから、そいつはもう死体だから、死体に向かってリプ飛ばしても意味ないから、わかる。もう俺はもうバシバシ切ってるから、今飛天御剣流クズ流線ぶちかましちゃったから、バラバラだわ、タケ。大丈夫だよ、もう俺今もう人切り和道だから、飛天御剣流。うん、のんちゃん帰ってきた、早えな。のんちゃん、のんちゃん、はい、大事な話がある。はい、俺はね今ね11人人を切ったから、え、俺はもう厳しくいく、もうフォローして、もう囲われていこうと思う。のりこミーティングだ、こっち来い、のりこミーティングだ。のんちゃん、はい、もう俺はね、もうアンチコメント一切ゼロの配信者になる決めた、うん、分かった、うん、俺は囲われてなんぼじゃん、うん、だからもうブロックバンバン入れるから、うん、のりこ11人ブロックしてやったから、うん、もうね俺は怒ってるよ、のんちゃん、わかる、うん、今まで優しかったじゃんアンチも、うん、関係ねえからバッサバッサ切るから、もうのりこの悪口切るやつももう一瞬で切ってやるから、わかった、のりこ、うん、ごめんね今まで守んなくて、傷だらけにしてごめんね。もうのりこに傷を増やさせないから、もう囲いだけだから、そう、もうのんちゃんが映った瞬間、のんちゃんかわいいしか書かせないから俺のんちゃんかわいいって、もうそれだけでもう囲われていこう。もう花火投げねえやつ、フォローしてないやつ、囲いコメント書かねえやつ全員ブロックだわ、もうこっから先。うん、わし、ガシガシ囲ってけよ、たわくで、お前たわくでなんかグダグダ言ってても俺は飛んでいくかんな、うん、俺のロムってるところでね、俺の影で後ろからバッサリ行くから、マジだかんね、これもう俺決めたわ、もうかそっても構わねえわ、クズみてえなリスナー全部捨ててやる、ほんと1円の得にもなんねえかんな。なあのりこ、そうだそうだ、俺はもう強くなるよ、うん、お前らのりこが映った瞬間キャワワしか書かせねえから、うん、のんちゃんアイドルだから、
おいいよ深夜便さんいいよ、そうだよのんちゃん大丈夫、無理しないでね、そう、うん、いいよのりこのテンションが上がる感じで、ね、のりこが放送出たくなる感じを出しとこう、うん、のんちゃんも甘やかしてあげて、あいいよいいよのんちゃんおはようっつって、ね、いいよのりこ叩くやつ、俺のこと叩くやつはもう酒場刀がね、俺の酒場刀を返すよ、カツァって、うん、ぶった切ってやるからマジで、もう頭きたから俺は、分かったのりこ、うん、バッサバッサ切ってから、フォロワー減るかもしんないけど一時的に、ワドツてめえ、ダイヤモンドてめえ、おめえフォローしてんのかよてめえこの野郎、フォローしてる、おはようワドツ、サムネがついてないと怪しいから、それくらい俺警戒してるから、今サムネイルがついてないってことは捨てアカなんじゃないかっていう、わかる、サムネついてないのちょっとあれだからね、ブロック対象に入ってるから気をつけて、本当に今もうビンビンだから俺、キレッキレだから、いやマジでもう本当ね、アンチコメントなんか書かせねえから、いや大丈夫ダイヤモンド、じゃあ今ピリピリしてるから、ここ戦場だから、今関ヶ原だから、関ヶ原、うん、サムネイルってあの画像のこと、四角いダイヤモンドって書いてある横のとこみんな絵がついてるでしょ、捨てアカの可能性があるから、今ここ関ヶ原、そう関ヶ原、今戦の最中だから気をつけて、もう本当に敵多いから、うんつけて、本当にフォローしてないやつ、アイテム投げないやつ、立てついてくるやつ、サムネをつけてないやつ全員ブロックするって決めたから俺、うん、あとのりこに攻撃するやつもブロック、のりこが画面に映ってるのにのりこ可愛いって言わないやつも対象だから、うん、もうほんと囲いしかいらねえよ、なん俺のはサンドイッチ食べる、なんでさ俺のんちゃんてめえもブロックされてえのかなんだてめえ、お前もう寝てると思ったんだもん、俺はお前の食事買ってこなかったこと、お前ふざけんじゃねえよ、お前自分のドリンクとサンドイッチかよ、お前てめえもブロックしてやろうかこの野郎、なんでてめえの食い物だけなんだよ、ふざけんじゃねえよ、寝てると思ったの、なんだよねえシャカペコ、ひどいよ、気をつけな、本当にピリピリしてるから、もうマジで1ヶ月後、お前なんだ言うな、ちょっとか言って、お前バカにしてんだろ、お前フォローしてんのか、フォローしてんのか、よし味方だったわ、ピリピリしてるから、普段コメント書かないやつとか、あのフォローしてんのかしてねえやつか分かんねえやつ多いから、ロム線が出てきてる、いい兆候だよ、でもこれフォローしてて普段怖いっつって怯えてた足軽たちがね、関ヶ原楽しいっすねみたいになってきてるんだ、俺がバッサバッサ切ってるから、わかる、うん、なんで映画やめんの、え、めんどくさくなってきた、うん、なんか昨日当たるってやつにクソぶったたかれて2時間ぐらい、うん、すげえぶったたかれたから、もうめんどくせえからやめるわっつって、うん、まあ映画撮るのはやめないんだけど、もう放送のもういいんだよ、とにかくブロックしていくから、人斬り抜刀斎だから、わかる、人斬りの目してるでしょ今、わかる、人斬りだから、人斬り和道だから、俺のこと人斬り和道って呼んでいいよ、ギャランドゥ関係ないわ、あこれギャランドゥじゃない、ギャランドゥはどこだっけ、おへその毛だから、これなんて言うんだろう、胸毛、胸毛か、おはようマムさん、とにかくフォローしてないやつ、アイテム投げねえやつ、立てついてくるやつ、のりこの悪口言うやつ、たわくで俺のことディスってるやつ全員ブロックだ、覚えとけ、もうこっから先は味方しかいらねえから、マジでブロック入れてくから、うん、のんちゃん可愛いよ、うん、のんちゃんはあれだ、可愛い、一緒に食べよう、うん、お腹すいた、食べよ、足りないでしょこんなの足りない、足りない、いや何ちゃん食べな、俺今戦いだ、戦の最中だから、
ネタ振りとかしてアンチコメントパッと書いたらそこパッてブロックしたりとかいろいろやってんの。もう11人切ったから。うん、胸毛すごい、てめえるなこの野郎、てめえはなんだお前胸毛すごいって、あるなてめえ、チェック、あ、フォローしてるわ、味方だったわ。だいたいね、でもね、子供のサムネはねブロックしづらい、可愛い女の子の子供のサムネと猫のサムネはブロックしづらい。髪の毛切る、でもね、なんかそんなに悪くないかなって。そうね、前髪伸ばしてる和道さん好きっていうコメントも結構あるから、まあ、ただデコッパゲを見たくないだけなんじゃないかって思ってるけど。ああ、じゃんじゃんフォローしてくれ、フォローありがとう、味方が増えたぞ。11人の敵を切って味方が1人増えたよ。マジで本当にフォローしてないやつもう無差別に切ってくから、俺あのブロックされたくなかったらまずフォローしろ、命令だこれは。もうここ戦場だから、ここ関ヶ原だから今、わかる？敵か味方かちゃんと色分けしておかないと、青なのか赤なのか、フォローしとかないとマジで切るからね、中途半端なコメント打ったら。戦だからもうバサーいくよ、バサーってこう俺の抜刀術で。だからブロック絶対されたくないわっていう、まず最低限のマナーはフォローだ。もう11人切ったかんね俺、うん、タイトル変えるか、うん、タイトル変えようか、タイトル変えるわ、お疲れ、いい案だ、よっしゃ、関ヶ原っていうタイトルだ。関ヶ原っていうタイトルで、うん、じゃあ次枠いきます。次枠は関ヶ原です。うん、男ならやり遂げろ、てめえブロックだこの野郎、フォローしてねえだろてめえ、あ、ブロックです、12人目です、ゴジェさんブロックです、バッサーざま死ね、うん、はい12人目、はい、よっしゃ行くぜ、ブロック12人目突入だこの野郎、バンバン切ってくから、フォローしてねえやつ震えて眠れ、うん、震えて眠れ、12人切りだ今、